ロシア、メタノール入り密造酒で32人死亡インターファクス通信によりますと、ロシア南部のオレンブルク州で地元で作られた密造酒を飲んだ住民64人が中毒症状を起こし、32人が死亡しました。押収された密造酒には人体に有害なメタノールが含まれていて、死亡した住民の体内からは致死量の3倍から5倍のメタノールが検出されたということです。捜査当局は、 密造酒の販売に関わった疑いで9人を拘束しています。